ゴールデンゲームズインノベオカは、毎年5月上旬に、宮崎県ノベオカ市のノベオカ市、西外総合運動公園陸上競技場で開催される陸上競技大会。主催は、宮崎陸上競技協会、ゴールデンゲームズインノベオカ実行委員会、地元、ノベオカ市を拠点にしている旭化成陸上部が協賛を行う。1990年創設。もともとは、 同年に朝日成陸上部の練習用、グランド、レイオングラウンドが全天候型グランドに改修されたことを記念して、開かれた記録会が発端である。当初は一回限りの予定だったが、参加した選手や監督、観客からの予想以上の公表を受けて、翌年以降も継続されることになった。観客の増加に伴い、レイオングラウンドでは観客を収容しきれなくなったため、 1997年第8回大会より西外総合運動公園陸上競技場へと会場を移した。1999年から日本陸上競技連盟の公演大会となっている。2009年現在は900人以上の選手が参加して中距離走、長距離走を中心に14種目35レースが実施される。競技は午後から夜にかけて行われ。 高記録が出やすいことで知られている。九州地方はもとより日本各地からランキング上位の記録を持つ実業団選手が集まり大学生や高校生の参加も多い。入場料は無料ながら3万5千人の観客を集める。また地元ケーブルテレビのケーブルメディア YY が大会を完全生中継している。1993年代4回大会から スポンサーを募っており、競技場内のトラック外側に、ブリキータの広告を多数掲出している。大会の特徴として、観客は広告越しに観戦しつつ、レースが始まると、その広告をバンバンと叩いて応援し、さらに、ソーシュゲルによるマイクパフォーマンスが選手を鼓舞する独特のスタイルを持つ、地元による手作り感あふれる大会である。ナイター開催であるが、 西街競技場には常設のナイター設備が現在ないため、この日のためだけに移動証明者4台を借り受けて大会を行っている。2010年に開催予定であった第21回大会は皇帝駅の影響により中止された。また2020年も中止。ありがとうございます。